決めた。そこだ。
隊員がいる。注意してくれ。
Yeah!
だ戦う。近くに物資反応があるみたいだな。よし、行こうか、みんな。あの怪異の周りに入らないよう注意してください。自爆に巻き込まれますよ。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。頑張った。
いらっしゃった。ユイト様がいらっしゃった。歓迎いたします。こんにちは。なんだか想像してた感じと違うぞ。花火一条様、いつもおじ様にはお世話になっております。はい、お世話になってます。そのおじとはどのようなお仕事を？主に食料や医療品をご提供いただいて、こちらからは物資をお渡ししております。物資？急に訪ねてきたのにこんな風に迎え入れてくれてありがとうございます。俺たちは。私たちの知識にご興味がおありでしょう。え？あなた方は特別なお客様。どうぞこちらへ。僕たちはどうやら歓迎されているようです。なぜかは分かりませんが。渡りに船とも言えるが、さすがに都合が良すぎるな。知識に興味がって俺たちが情報を求めてきたのを見抜かれてるみたいだな。ユイトと私のことも知ってたっぽいよね。見える範囲で怪しいものや人影はない。でも透視できないところもたくさんある。正直違和感はあるけど、もう少し踏み込んでみないと何もわからないな。さっきの人たちについていってみよう。つぐみ、何か気づいたことがあったらすぐに教えてくれ。渡るもよろしく頼む。うん、任せて。了解、十分に気をつけてくれよ。すごい量ですね。圧巻です。これは本物の書物でしょうか？もし許されるならじっくり読んでみたいですけど。ここは一体？どうぞ歴史と対話なさってください。あなた方の望むものが手に入るでしょう。対話だと？一体誰と話せと言うんだ？この部屋には私たち以外誰もいない。この机の上の本を読めってことじゃない？あなた方は何を求めますか？強化？どういうことだ？なぜ強化の映像が？人命強化、該当件数1件、強化エデンについて回答します。
境界電話、渡月で作成されたデザインチルドレンです。何？デザイン？っていうか、作られたってどういうこと？デザインチルドレン、聞いたことがあります。確か特定の遺伝子を組み合わせ、任意の外見的特徴や身体能力を持つよう設計された人間だったかと。こっちも調べた。おおむねエカの言う通りだが、理論が提唱されてるだけで実現は不可能とあるぞ。ええ、ちょっと信じられないですね。一階の宗教団体がそんな高度な技術を持っているとは。しかもそれが強化だなんて。強化が渡月関係者だとは聞いたことがない。しかし現にこのビジョンは強化に見えるぞ。この姿は強化エデンではありません。超能力研究者にして脳科学分野のエキスパートである渡月強化祖ヒトヨポーブ博士のものです。だったら強化とそのポープ博士が同じ顔ってこと？はい、強化エデンはポープ博士を元にして作成されました。ポープ博士が強化を作ったのか？いいえ、ポープ博士はおよそ2000年前に逝去なされ、存命ではありません。 2000? 渡月橋ってそんな昔からあったの？ニューヒムカが建国された頃と同じ。あ、そうか。じゃあその頃のニューヒムカの情報もここにはあるってことか。あれ、月はあなた方を見守っています。消えちゃった。相手のペースに乗せられてしまった感がありますが、多分これは対話型のデータベース検索端末なのでしょう。そしてこの端末ではさっきのユイトの質問に対する回答権限を持っていないということですかね。じゃあ別のところに座ってみたらいいのか？情報の真偽はともかく、危険はないように感じたが。そうだな。よし、他の端末も試してみよう。今度は俺が座ってみよう。あなた方は何を求めますか？何から聞けばいいか。ニューヒムカが建国されたばかりの頃はどのような国だったんだ？ニューヒムカ建国について歴史の概要を回答します。ニューヒムカは今から2020年前に地球上で箱舟隊の民が建国した国家です。箱舟隊？それは何だ？月から地球へ降り立った移民団の名称です。え？月から？はい、原初の頃人類は地球上で繁栄していました。しかし現在より遡ることおよそ3000年、地球の軌道変化から環境の激変が生じ、人口が大きく減少した時期がありました。種の存続のため全人類は月へと移住し、都市を建設、月面から地球環境の改善を進めました。何を言ってるの？千年に及ぶ改善計画の末、地球環境がある程度整ったため月面政府は移民団を派遣しました。それが箱舟隊です。わけがわからんぞ。人類が地球から月へ行って、それからまた地球に降りてきたというのか？ちょっと待ってくれ。話についていけない。移民団を派遣、つまり一部の人間が選抜されて月から地球へ降りてきたということですか？その通りです。ならば現在も月に人類がいる。
ということになるんでしょうか。なんだって？あれ？月はあなた方を見守っています。もう途中から理解することを諦めたぞ。あまりに荒唐無稽、渡月で語り継がれるおとぎ話と考えたいところですが。俺の情報網にもかすったことすらないぜ。こりゃ渡月教の経典の一節とかじゃねえの？移民団がニューヒムカを作ったとなると、建国の父ヤクもスメラギも月から来たってことになるんだけど。ちょっと待って、ユイタの先祖が月から来たってこと？このビジョンの言うことが本当だとすれば、現在の地球人類の祖先は全て月からの移民ですよ。けど仮に月の話が本当だとしたら、ニューヒムカはこの情報を隠してるってことだよな。何か知られたくない理由がある？なんか他の端末が怖くなってきたんだけど。これに座るのはもうごめんだ。誰かの視線を感じる。誰もいないはずなのに。警戒を怠らない方が良さそうですね。私が座ってみる。あなた方は何を求めますか？さっきの続きから。今も月には人類がいるの？その要求に正確に答えることは不可能です。それはどうして？現在月面政府との交信は一切が遮断されています。遮断？そうか、断絶の帯ですね。はい、断絶の帯の影響により、現在地球上から月の状況を知ることはできません。あれ？でも断絶の帯があったら、そもそも移民団の人たちも降りてこられないんじゃないの？怪異に襲われてしまう。いいえ、移民団が地球へ降り立った当時、断絶の帯はまだ存在していませんでした。移民団が地球へ来てから断絶の帯が出現したということですか？はい、その通りです。断絶の帯は断絶の針によって発生したって俺たちは歴史で教えられたよな。断絶の針は建国の頃の出来事。移民団が地球へ降りて、その後断絶の帯ができ、ニューヒムカが建国されたなら整合は取れています。だからといって信じる根拠にはなりませんが。じゃあカイも断絶の帯と一緒に現れたんだな。いいえ、カイは断絶の帯の出現後しばらく経って突如として出現するようになりました。え？同時じゃないのか？だって怪異は断絶の帯で生まれるんだろ？月はあなた方を見守っています。本当に月に見られてるような気がしてきちゃった。怪異について謎が増えちまったな。ケンマ大丈夫？ああ、しかし皆この話を信じているのか？俺にはとても。いや、俺もついてけそうにないけどさ。とりあえず本当かもで仮定して情報を引き出すしかねえよな。端末はあと一つだ。ここまで来たら全部調べよう。何か？さっきから妙な気配がしないか？なんだか気味が悪い。
では僕が座ります。あなた方は何を求めますか？単刀直入に聞いてみましょう。怪異とは一体何なんですか？ここでは求める情報は得られません。ベイブへのアクセスが必要です。ベイブ？ここにある端末だと答えられないってことか。ですがビジョンはまだ消えていませんね。そもそも皆さんお気づきだと思いますが、僕たちの偶発的な質問内容と適当に座った端末の持つ権限が一致する方が異常です。それは渡月に何か思惑があるということか？間違いなくあると思いますが、それが何かは。俺たちがここへ来る目的だったスオーでもセーランでも得られないだろう情報らしきものは聞けたことになるよな。もちろん全部作り話かもしれないけどさ。しかし今聞いた話を吹雪連隊長の作戦に当てはめるとどうなる？全国民に俺たちは月から来たと教えるのか？証拠もない笑い話になるのがオチだ。そうだよな。仮に本当だとしても2000年前だぜ。今の俺たちにとっちゃ遠い世界の話って感じだ。ああ、俺もそう思う。だから何か現代の今の人々の危機感に訴える情報が必要なんだよな。現代の危機、回答します。え？クナドゲート、クナド高速輸送道路上空に現れた疑似ブラックホール、それがクナドゲートです。あの局所的な重力異常の話か。そういやあれから特に新情報ないんだよな。でも何が危機なんだ？この重力異常現象は日々成長を続けており、近い将来に地球を飲み込むと予測されています。何？地球をクナドゲートが飲み込むだって？またユイとスメラギの超能力の影響によりクナドゲートの拡大が観測されています。地球の滅亡はもはや避けられない事態といえます。なんでユイとの名前が出てくるの？地球の滅亡、その原因がユイトにあるとでも言いたいのか？バカバカしい。ですが恐れることはありません。トゲツの教えを信じれば皆さんは必ず救われます。待ってくれ、俺の超能力が何だって言うんだ？クナドゲートと俺に何か関係があるのか？クナドゲートはさまつな問題、誤った宇宙をやり直し正しい未来を実現することが重要なのです。死した魂は母なる月へ、月はあなた方を見守っています。おい！ユイト、こんな情報を気にしない方がいいよ。きっと私たちを脅すためとかね。クナドゲート、確かにあの穴は周囲のものを引き寄せているとは聞きましたが、あれが大きくなって地球を飲み込むっていうの？いえ、この話も鵜呑みにするのは危険ですね。ユイト、いきなり名前が出て驚きましたが、何かの罠かもしれない。惑わされないようにしましょう。ああ、心当たりはないけど、もしもこの話が本当だったとしたら、カサネが俺を狙う理由になるんじゃないのか？ユイト、大丈夫？ああ、ごめん、大丈夫だ。何の確証もないけど、カサネに会って確かめた方がいいかもしれない。だけど確かめて真実だったとしたら、
俺はどうすればいいんだ。さて、端末は調べ終わりましたが、最後の端末が言っていたベイブとは何でしょうね。ああ、そういや、そんな名前を言ってたな。ベイブの知識をお求めなのですね。びっくりした。いつの間に。正面の扉からお進みください。ベイブはあなた様を待っています。あの、ベイブって何ですか？都月を管理する都市コンピュータです。スオでいう荒はばきのようなものです。そんなもんが都月にあるのか？どうぞこちらへ。怪しいよな、どう考えても。部外者に荒はばきレベルのシステムへのアクセスを許すなんて普通では考えられませんからね。こんな小さい教団に荒はばきみたいなコンピューターが必要なのかなって感じもするけど。だけどここで切り上げて帰るってわけにはいかない。ベイブの端末ってやつを確認するだけはしてみよう。あの扉の向こう、すごく広い空間がある。確かに端末みたいなのか見える。気をつけてくれよ、こっちとの通信が遮断される可能性もあるからな。了解。ヤバそうだったらすぐ逃げるよ。ベイブか。この先は何が起こるかわからない。みんな気を引き締めていこう。